でも昨日に比べたら蒸し暑さはちょっとマシだったかな。今ちょっと、ね、今日も梅雨に入りましたよ。梅雨に入ったの？今日から。ね、あの雨がね、長浜の町もちょっと今パラついてきてますね。うん、いやー、なんだか春から一気に夏になっちゃいそうな、そんな気がしますよね。うんうん、はい、ってことで、あー、カメラが来ました。こんばんは、スタジオ広北でーす。お待たせしましたね、今日はなんかちょっと入りがいつもと変わった感じでしたね。なんか本当に生ライブ風、 いつもライブなんですけど、ライブ風画面でね、オープニング始まりました。今日はですね、長浜市大宮町にありますライブハウス川崎屋さんから生放送でお送りしております。今ねちょっと川崎屋の外をねご覧いただいたんですけど、あんな感じで、これ何通りっていうんですかね、この川崎屋さんの前の通りは。宮町通り。宮町通り、うん、ね、春になるとね、八幡さんの引き山祭りのね、出汁が必ずこの前をこうみんな通っていくというね、はい、ちょっと最近はこうね、石畳なんかもね、光り出したりしていい感じの通りなんですけども。さあ、スタジオ広北、まずは週末のこんな話題からお送りしたいと思います。まずはじゃあジミちゃんかな、これね、はい、運動会がなんかいろいろ開かれたみたいですね。週末は私2連チャンで運動会できました、うん、あ、そうですか。まずこちらが土曜日は、長浜養護学校の運動会に行ってきました。はい、うんうん、これなんか後ろ姿うちの娘だと思うんですよね。あ、本当に、うん、真ん中の子は、これなんだよ、かけっこ、かあのスプレ、うん、ラケットにこうボールを乗せて走って、うんうんうん、でその先にあのバットがあるんですよ。でバットを頭につけてぐるぐる回って、でずっと歩いて、うん、その先はあのキャタピラーっていうか、その段ボールでできたキャタピラーにこう入ってガラガラっていって、でずっと走って、あとはパン食い、パンを食べて。パン食い競争でもあるんだ。はい、これなんだろう。なんかキャタピラー。あ、今のキャタピラーですね。あ、これ走ったら走った。これ走ってるんです。あの天気良かったよね。天気ね、暑かったもんね。めちゃくちゃ良かったですね。はい、これが最後のゴール。いやー、はい、なんかこれ皆さんのユニフォームですか？これね、赤、青、白、黄色とかいう、うん、一応4チームに分かれて、うんうん、でうちの娘はこれ赤を着てるんですね。赤チームなんですね、はい、なんか楽しそうやね。そうですね、結構運動会ってやっぱりね、前の晩眠れなかったりするんだよね、実は。そうです ね、お弁当が楽しみだった。お弁当が楽しみだった、はい、これ親御さんが出るっていうレースはないんですか？あ、親は参加しないですね、この運動会、ね、今回良かったね、ジミちゃんね、はい、足もつれるかもしれない気持ちばっかり、はいはい、この日は良かったです、ね。はい、さあもう一つ運動会があったんですね。次は日曜日に、うん、あのうちの実家の町内の新坂町なんですけども、新坂町の運動会に行ってきました。はい、この日もめっちゃくちゃ天気が良くて、ね、青空気持ちいいね、はい、これ玉入れ、玉入れです、はい、毎年玉入れ綱引きとかをもう、うん、恒例の行事というか、うん、あのカラキラになってまして、子供たちもいっぱい遊んでくれました。うんうんうん、はい、なんかいくつか行で、あ、これも玉入れです、ね。白と赤で、そうです、玉入れが。いや、なんか玉入れってもそういう場面が私の生活にないから、すごいなんか羨ましいな。そうですね。はい、やります、スタコ。玉入れ競争ですか。運動会だね。いいかもね。それ危ないですよ。翌日。そうね。あ、綱引きとかの写真もあるよ。はい、ちょっと見せて見せて。あ、これは全体の。あ、これですね。うん、その次だ。これ綱引きです。わあ、いいねこれ。これ子供たちが綱引きで。これ綱引きってやっぱりど真剣になりますよね。あのね、最初は力入れずに、うん、まあちょっと軽く流そうかっていうふうに思っていると、うん、でも綱を持ってピストルでパーンとなった瞬間に、うん、もうみんなが必死になって、うん、あの後のこと考えずに一生懸命見てますよね。本当ね、はい、なんかもう本当にあの向こう側チームはもう敵のみたいな感じで必死にね。あとどっちのこう場所の方がこう少し坂があるからこっちの方がいいかとか、そういう駆け引きもあったりして微妙な、ほんの微妙な坂で、うん、あのこちらの方が有利だかとか言ってね、結構そういう駆け引きもあった。面白いね、はい、いやなんか運動会出たくなった。え、町でこんな、でも春の時期にそんな結構大々的に、毎年うちの町っていうかやってますね、もう多分20回ぐらいやってるんじゃないかと思いますよ。あ、本当、はい、あれ運動会っていうと秋っていうイメージありますけど、そうそうそう、そうですね。でも最近なんか春さ、あの夏初夏にやって、うん、やっぱり夏は、あ、秋は集中するじゃないですか。そうかそうか、なんかちょっとこうずらしてっていう感じが最近あるみたいですね。うん、お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。
さあもう一つね、週末のイベントレポをご覧いただきましょう。動画をね撮ってきましたので、長浜市木之本町杉野での茶摘み体験ですね、こちえさんが主催されたんですけど、はい、じゃあまずは動画ご覧ください。どうぞ。それがいい。茶摘みとかって今までもされたことあるんですか？いや、ここでやるのがここだけです。あ、ここで、はい、いかがですか？いかがですか？楽しいですね。暑いですけど。暑い、ね、今日は日差しが日差しが強いので。あ、中国ではこういう風に茶摘みとかないですよね。ないですか、うん、まあ、上海からこれ日本の大自然大好き山大好き。この湖北長浜に来られたことっていうのは今までもあるんですか？長浜なんかな、あの木之本、うん、木之本はよくよくだね、本当によく、ね、先週も来たし先週どこに来たよ。そうだね、なんかあのどなんかいい楽しそうなことがあったんですか？うん、でも結構この辺り好きなんですよ、うんうん、琵琶湖のね、湖北の方が、はいはい、湖北の方が。これどのぐらい蒸すんですか？6分ほどですけど、広げて広げて、すごく手つきが慣れておられますね。初めて初めて初めてですということでね、はい、茶摘み体験、いざない湖北定住センターさん主催で、はい、あの私も参加させていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。天気良くてね、気持ちよかったですね。何人ぐらい参加されたんですか？県内外から15名、ね、うん、あ、もうじゃあ定員いっぱいですね。そうです、うん、皆さんすごい楽しそうにしてたね。そうなんですよ、うん、茶摘みも、うん、暑い、すごい、ほんま 暑い中で、うんうん、もう早めに切り上げましょうなんて言ってたんですけど、うん、あれ夢中になっちゃうね。そうね、うん、でケニーさんが取ってた茶葉がこんなほんまにすっごいちっちゃい、ほんと若い芽だけ摘んでたんで、いや、すごく美味しいかなと思って、柔らかい、こんなぐらいしか摘んでない極上の茶葉でしたね。そう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 、でもあの他の人のと一平ね、そうそう、一緒になっちゃったからもうこの辺に落ちてるやつやでって言ってたんですぐらい。やっぱ手間がかかるんだなと思いましたわ。そう、ね、あのその摘んだやつを蒸して、うん、蒸してで揉むんですね。あの揉むのがねすごい大変やな、ね、大変ね。そう、うん、あのこう粘り、ね、そう、粘りが出てくるぐらいまで揉んで、うん、で煎るんですよね、うん、で炭で今回やったんですけど、うん、炭の上に鉄の鍋を置いて煎って、ね、でその3個の工程を3回するんですよね。うん、そうするとああいうあの普段飲んでるようなお茶になるんですけど、ね、あの最初お茶の葉を摘んでる時は全然いわゆるお茶の香りってしなかったんだけど、しないんですよね。あのね、やっぱりこう煎ってる間にどんどんどんど ん, どんそうそうそう、あ、お茶だお茶だっていう感じ、すごいいい香りになんか包まれて、うん、そしてあの郷土料理もね、そうなんで す、ね、杉野のね、あの木之本町杉野ってあのちょっと山の方に行った集落 の、うん、あの人たちにほんまに全面的に協力というか、うんうん、
まあ、主催っていざないになってますけど、まあ、ほぼ杉野の皆さんのおかげでやらせてもらってるようなイベントで、今年で2回目なんですけど、あ、そうなんです。あの会場はあの去年私たちも取材させていただきましたけども、さっき一 ね田舎暮らしが体験できる施設ですね。すごいいいですね、やっぱりね、はい、本当に、うん、気持ちがね、心洗われます ね、どこ行くとねさあ、そしてあの今後半で、ね、最後の方にあのちょっとご出演いただいてたんですけども、あのシタル奏者の天水さん、ね、はい、当日もちょっとミニライブを、ね、そうです、披露してくれまして、そしてなんとこの天水さんからの、ね、最新ニュースなんですけども、新しい CD を出されたということで、これ6月2日発売、はい、この間発売になったところですね、はい、題名がね、アバローキテーシュバラ見ました。サンスクリット語ということで、意味はの観音菩薩という意味だそうなんですね。あの長浜ね、移住されてきて、そしてやっぱりいろんな、はい、湖北 の観音様にインスパイアされてということだそうなん であのその天水さんからね、ちょっとそのプロモーションビデオ届いてますので、ちょっとそちらねご覧いただきましょうかね、はい、どうぞ。天水さんからね、ニュー CD の話題いただきました。さあ、あのオープニングでのチャットをいただいてちょっとねここでご紹介しておきますね。まずあの運動会の話題出ました。子供が多くて良いですね。うちの町内なんかほとんど子供がいません。あー、そっかそっか、ね、子供を見ると元気になりますねっていう、もう本当にそうですね、はい。それから今の茶摘みの話題になんですが、うん、昔はどの家でもお茶の木があって、摘んだ葉を予後の業者の方に依頼してお茶にしていました、うん、出来上がったものは大きなブリキの缶に入れていましたって、はいはい、あ、そうなんだ。そう、杉野の、ね、皆さんも そんなような、うん、あのことで、うん、畑の一角に何本かお茶の木を植えてて、うん、まあ、1年間飲むお茶をそこで、まあ、自分のところで飲む分のお茶をそこで摘んでっていう、うんうん、で缶に入れて保管しておくっておっしゃってましたね、うん、今もなんかあの時期が、うん、その新茶の時期になると業者さんがこの期間やったら持ち込んでもいいよっていうようなことがあるみたいで、本当にあの貴重だし、本当ですね、うん、昔ながらのね、あのね、煎茶って言ったらすごい細い針のような形で売ってる、あれがものすごい技術がいるんだと今回すごくよく分かりました。いい体験をさせていただきました。はい、千恵さん、どうもありがとうございました。以上ね、湖北の風景のコーナーでした。さあ、ね、特集の方参りたいと思います。お待たせしました、もうね最初からすいません。さあ、今日のテーマはこちらです。じゃあ、ズズズズズズって言っていただいて、さあ6月4日ね、そろそろホタルの季節となってまいりました。実はこの長浜の町のど真ん中でもホタルをめでることができるんです。ということで、今日のテーマはホタルの季節、米川でホタルをめでる。そして後半にはね、グルメレポもお届けしたいと思います。皆様からのチャットもお待ちしてます。ホタル情報なんかもね、よかったらお待ちしてます。はい、ってことで、では特集のゲストをねご紹介させていただきます。お待たせしました。まず私のお隣です。米川でホタルをめでる会の会長さんです、沢尾武弘さんです。こんばんは、ようこそ、いただきました。そして、お隣ですね、西川武雄さんです。こんばんは、ようこそ。そ
そしてもう一人です。羽渕久明さんです、はい。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。いやもうなんかあの緊張、私の方が緊張しちゃってるんですけど。さあまずは米川で蛍を愛でる会ということで、米川っていうのは、この長浜の旧市街地の町の中をこうずっと流れてるんですね。そうそう、うん、で我々がやってる場所は、はい、米川本流と、はい、まあ、支流という形で、うん、ちょっと小さい川、あ そこが、うん、まあ、あの活動の拠点です、うん、この今川崎屋さんからも歩いてね、歩いてすぐのところですね、はい、はい、なるほど。そもそもこの米川で蛍を愛でる会、どういうきっかけで始まったんですか？平成16年に、はい、まあ、スタートしたんですけれども、うん、まあ、ずっと前は私の小さい時は、はい、かなり、まあ、ホタル飛んでました。あ、そうなんですか。でずっと、まあ、飛ばない時期があって、うん、で我々が活動をこうスタートする、まあ、3年ぐらい前かな、うんうん、3、4年前に一遍何もしない状態で結構たくさん、はい、飛んだことあるんですね。復活したんですか？そうそう、いなくなったっていうのはやっぱりそのいろんな高度成長期とか、高度成長期の、まあ、まあやっぱ川が汚れたりとか、そうか、そういうことは原因ではないかなと思いますけど、はっきりしたことは分かりません、うん、まあずっと飛ばない時期あって、はい、で、まあ、スタートの、まあ、まあ、3、4年前に、うん、かなり飛んで、はい、でまたこうだんだん少なくなってきて、でもうその 3,4 年前の飛ぶ姿をもっぺんなんか再現できないかなということがきっかけで、うん、まあ有志が集まって会がスタートしました、はい、それがこの米川で蛍を愛でる会、そうそう、それが平成16年とおっしゃってますね。そうそう、あ、じゃあ今年でちょうど10年ってことですね。そうですね、はい、で、まあ、11月頃にスタートしましたので、うん、はい、いっぺん、まあ、なんかちょっとやろうかいうことで、うん、引山博物館の伝承スタジオで、近くの三島町からちょっと、まあ、講師をお招きして講演会を、まあ、開催したのがスタートです、ね。あ、そうなんですね。で具体的にはどんな活動を、ね、されてるのかなってちょっと気になるんですが、そこでなんと皆さん方のね、ついこの間ちょっと放流ですかね、ホタルを米川に、ホタルそのものじゃないですね、幼虫か、ね、はい、それね、されてるところちょっと私お邪魔してきたので、じゃまずはそちら の VTR をご覧いただこうと思いますので、はい、どうぞご覧ください。米川です。わかります？これ今何をされてるところなんですか？これでずっと1年間通して、うん、幼虫育ててきて、幼虫をこれから放流する、これが放流する、こいつ、この気持ちの悪いやつ、気持ち悪いやつ、ウニョ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 、昼もおるけど、あ、本当だ、え、このちっちゃいのは昼ですよね、これ昼や、これ昼、これ昼、これ昼も育ってきた、多いですか？あ、この骨今動いてるの、これがそうですか？あ、これ幼虫、この辺ね、気持ちの悪いやつ、あの毛虫みたいなの、本当ですね、知らなかったらギャッと言うかも、そう、ここがねえのこれ、うん、ちょうど直径くらいかな、昼の効果これ、うん、分からんなあのこの殻かぶってるのはこれはタニシ、え、カワニ、カワニナ、うん、餌、幼虫の餌、ホタルの幼虫の餌なんですね、これしか食べんの、かわいいもうちょっとビロッと伸びるといいんやけど今なんか、ま、かと丸くなってますね、うん、これ目とかあるんですか？あるんでしょうね、どこが目でどこが口かわからないですけどこれ、卵から、うん、卵をはいつ頃ですか？5月の末から6月に飛びますやろ、で飛んだのが交尾して卵を産みますね、で卵をだいたい1ヶ月以上、まあ、40日ぐらいって言うはるけど孵化するんですよ、これに、で最初はもう糸くずぐらい小さい孵化した時は、でこれを
1年かけて、まあ、約1年10ヶ月ぐらいかな、ここであの川ニラ餌を入れては育てるんです。これ入れて陸へ上がって、こういう土の上、うんうん、で土の中に潜って、あの土繭がこれになるんやけど、ここでもまた40日ぐらい土の中で過ごして、それで成虫になるんですわ。成虫になって飛んだ時にオスとメスのホタルを取っていくんです、うんうん、でそこで飼育箱を入れて卵を産ますんですわ。でそれ今会長おっしゃったみたいに、その卵からこういったね幼虫に育てていくっていうのが今我々やってる活動なんですけどね。で成功してたくさん取っとけやら、あんまり飛ばん年やらいろいろですけど、大きくなれようですね。小さいのはもう1年2年幼虫にいて、うん、もう1年川で幼虫のままで過ごして、で大きくなってからまた上がるのか、最盛期で30匹ぐらいは飛んどったかなと思う。さわがに、あ、動いてる動いてる動いてる。いや本当にこの街中でこんだけ水がきれいだとは、ね、ちょっとびっくり。はい、ということでね、ありがとうございました、ね、この日もすごくいい天気で、ああそうですね、課長、あれは、何を知ってたんですかね、まあ、ビデオの中で私聞いてましたけど、ああで、うん、まあ、10ヶ月、9ヶ月から10ヶ月ぐらい、はい、ホタルハウスの中で、幼虫を育ててました、うん、でその幼虫が、まあ、大きくなったので、それを川に放流して、うん、でその幼虫が今度は、まあ土の中へ潜って、うん、でホタルとして飛ぶように、まあ、放流をしたという、うん、そういう作業ですね。この今幼虫をね、はい、放流されたとお話してましたけど、 そうですね、はい、そのということはその前からずっともサイクルで、はい、生育されてるということなんですね、はいはいはい、ちょっとこのお写真を見ながらね、はい、少しもう少しお話伺おうと思うんですけど、はいはいはい、まずはあ、これがこれホタルハウスの中ですね。そうそう、これはんで、うん、これ何してるんですかね。これは幼虫、生まれてすぐの幼虫を、はい、ホタルハウスの中の1年っていうか、まあ10ヶ月ぐらい育てるその水槽に移し替えてるところですね、うん、なるほどね。で中に見えるのが軽石です、うん、あ、はいはいはい、はいはい。続いてのお写真がこれはもう今その軽石を入れたとこですね。ああそうですね、はい、なんかいろんな管とかが入ってますけど、あれはあれは空気を送るエアレーション、うん、あ、はい、でポンプで空気を送って酸素が中に、ああ入るように。そっかそっか、やっぱり酸素が必要なんですね。必要ですね。これ今アップですけど、ちょっと引くとなかなか面白い形になって、あ、次です次です、はい、こちら、うん、これね、なんか船さとかね、なんかエコなメンバーの人が、あ、そうなんですね。お、これね、蓋ですかね。お重やな。あ、ね、料理は僕。あ、そうですね。兼用してくれ。兼用してね、はい。これあれですか、皆さん方でこうなんかお当番制かなんかで、そうそう、してるんですか。で、一応卵をまず産みますね。はい。で卵は藻に産むんですけど、はい、それはもうちょっと肉眼ではもう分からないんですけど、うんうん、やっぱ湿らす必要があるので、はいはい、まあ当番制で霧吹きで、はい、霧吹きをこうあるんですか。あ、そうですか、すごく手間これ日本で、待て待っていうか、うん、乾燥してしまったらもう卵も死んでしまうので。そうなんですね。でそれ1ヶ月ぐらいすると、はい、うん、今度はもう孵化して幼虫になりますので、さっきビデオの中で出てきましたね。そうそう、孵化ね、こんなちっちゃい、ね、で幼虫は、うん、生まれたての幼虫はもう糸くずほど小さい、うん、で1匹ずつやったらちょっとわからないですね、うん、なんかスポイトで
ね、そうそうやってますよね。スポイドですくい上げて、うん、まあ、あの水槽に移す作業をするんですけど、手ではもう全然つかめないです。でそれで、あのホタルハウスの中、大体どのぐらいの期間育ててるんですか？だからまあ、ね、7月に、うん、7月の末ぐらいになるかな、うん、にそこを移して、うん、それから翌年の3月、うん、4月ぐらいまでそこで8ヶ月か、はい、結構長いですよね。でそこ行くまでが、まあ、やっぱり1ヶ月余りありますので。あ、まずそもそも、まあ、全体は卵はどっから取るんですか？まあ、ホタルから。ホタル、あ、そっか。つがいで。つがいで。あ、そっか。オスとメス捕まえて、うん、で、さっきの、網のあった箱に入れて。はい、ちょっと頑張れね、みたいな。そうそう新婚さんみたいな。そうそう。新婚でない場合もあるんかな。どうですかね。いや、俺は分かります。一応つがいで捕まえて。え、ちょっと待ってよ。質問。はい、素朴な質問その1。あのちっちゃいホタル、あれ現地ホタルですよね。現地ホタル。オスメスってどうやって分かるんでしたっけ？あのね、お尻の方がね、一番下がちょっとピンク色になっているのがメスです。メス。で、メスの方が大きいです。あ、メスの方が大きいんですか？大きいです。あ、普通は、オスはちょっと小さいです。生き物界とオスの方がなんか大きくて華やかなのが多いですか？ホタルはメスの方がもうだいぶ大きいです。あ、そうなんですか。これは会員の皆さん方やっぱもうすぐオス、あ、これオスメスって分かるものですか？さあどうでしょうか。飛び回ってるのがオスで、じっとしてるのがメスよく。あ、そうなんですか。メスはもうじっと待ってる。待ってる。オスを呼ぶのか。あ、そっか。それは人間界と一緒です。人間界でしょ。夜になってちょっとうろうろ飲み歩いてるのがオスで。オスで。家の中でじっと待ってるのがメスです。ああ。最近ちょっと違いますか、ね、ちょっと違うんですね。今年ももう老眼の1日にちょっと採集して、うん、あ、そうですよね、元気なうちに。え、そうそう、ね、なんか8つがい今年は捕まえました。8つがい捕まえて、6つの箱に、まあ、1つがいが4つと、2つがいが2つと、8つがいちょっともう、捕まえてみて。じゃあ1年中休む時ないですよね。そうですね、ちょっと前この間放流ねされてだと少しの間休めますけど、あ、まあ、放流して土迷いになって、成虫になって飛んで、そうそう、ね、一旦土の中潜るんですよね。そうそう、放流した後ね。でもその間だけちょっと休みますけどね、あとはもう大体もうほとんど世話が1年通じて、まあ、毎日というわけではないですけど、そうなんですね。結構生き物の世話は大変ですね。そうですよね、それはもうね、万物でもそうかなと。年によってはうまいこといく年と、ちょっと失敗したりする年と、今年はどっちかというと失敗の方。あ、え、そんなこと言っちゃっていいんですか？長年の長年の西川さん、なかなかね、毎年やってることでも、うまくいく年と失敗する年と、やっぱいろいろですね。生き物はもう難しいですね。他の皆さん、お二人の方々はこうやっぱりこう育ててなんかすごい大変だとか失敗したとか、あるいはああよかったとかなんか思うことって今までありますか？2人ずつ当番で1週間まで回してるわけなんですけども、2人いますとね、あいつ言っとるやろというそういうのが時々ありましてで、お互いにそれ思ってると、結局1週間忘れてしまったというのがありますね。このメールで、行ってきたで、あ、文明の力を使って、またありがとうって来てね、次は行っとこうでという形で、私のペアになってるのは、私が八幡宮の裏にあるんですけども、そこ行く途中におりますんで、行く時によって、これから行ってくれと、行ってくる境に、まああと1週間ぐらいしたら次出て言ってくるんですけど、なかなかそれが皆さんお忙しいしね、お世話っていうのはさっきね、卵の段階では霧を、水をかけるためでした、でもう孵化した後はどういうお世話になるんですか？孵化した後はもう餌の皮にな、これを絶やさないように、餌の皮にな、でね、皮にはもう難しいのは、生まれてすぐの幼虫は小さいですね。さっき糸くずみたいって言いました。でそれは大きい皮にな、ちょっとさっきも映ってましたけど、はいはい、大きい皮にな、は食べられないんですわ。あ、大きすぎて、
なんか小さい川に生まれたての川にな、うん、が必要なんですよ。グルメですね。そうそう、だからそれ大変なんですよ、ね、うん、それをやっぱ川にを育てて、うん、で川にはもうしょっちゅうこれ新しい子供を産みますので、うんうんうん、その小さい川にを幼稚の小さい時に補充するのが一番もう難しいというか、うん、大変ですね。もう一回ちょっとさっきのね、さあさあその写真ちょっと見てみましょうかね、これね、で川に映ってるのはちょっと白いとこ見えるのは川に、ね、あれも食べた後の殻ですね。あ、殻なんですね。殻です。結構食欲旺盛なんですか。もう食欲旺盛です。あ、そうですか、はいはい。なんか自分の体よりひょっとしたら川に菜の方が大きいね時もあるんですか。なんかもうね、川に菜が、中に入ってる実があるときは、生きてるときは、ホタルの幼虫がずっと中に入り込んで食べてるとか見られるときがあります、そうなんですか、貴重ななんかすごいですね、時々川に菜もね、容器のとこずっと上がってしまって外で落ちてることがある、食べられず、よかったなと思ったら自分がストンと落ちてから干からびてるんで、生まれたて掃除も大変な、生まれたての時は白いバットというか容器に水を張ってそこに生まれたての小さい幼虫入れますよ。川に小さいの一匹入れるとね、くるくるくるっと回りますわ。これは幼虫が食べてるで、多分川にはちょっとなんか痛いか苦しいか、あ、そうか、くるくるくる、そうですね、要はな生で生きてるの、そうそう、私らで言うエビの踊り食いじゃないけどなんかそんな感じなんてなんですか、あれか、貝殻だから何になるか、アワビの、アワビの踊り食いみたいな、まあいいね、あ、そうですか、グルメなんですね、うん、まあ、ホタルの幼虫は川にしかもう食べない餌がね、それしかないんです、取るのもやっぱり大変ですね、で、まあ、我々が世話するときは川にの補充と同時に補充した川にが死なないように、うんうん、川にゃに餌をやる、それは作業として仕事としてありますけど、それとホタルハウスの水槽には全て水温計がついてましてね、はい、で川にゃはよく死ぬんですよ、うんうん、でその水温の管理をね、うん、ちゃんとしておかないかんので、うん、毎回行って、うん、当番は必ず水温をチェックして、それで温度が上がりすぎないように、うん、特に夏場がね、大変なんですけど、ね、あれ八幡さんのね、はい、井戸水ね、井戸水は一定した温度を保ちますので、やっぱ夏場が一番ね、幼虫を育てるのには難しい時期です。うん、で普通に育てると自然の温度やと大体水温もかなり上がっても28度9度ぐらいになりますので、うんうんうん、ホタルの幼虫が生息できる温度というのは、はい、まあ、26度とか27度と言われてますので、そこはもうホタルハウスはあれ、井戸の水を使いますので、うん、ある程度温度が15度とか6度とか一定の温度ですので、うんうん、まあ、あんまり心配いらないんです。今まではまあちょっと他のところでも買ってましたのでね、夏場の温度管理はもう非常に難しい。エアコンとか、ね、設備の整ってる時やったらいいですけど、うんうん、そうじゃない時やと氷入れたりとか、うん、あ、そうですか、氷を、じゃ氷の調達もしなきゃいけないですね、うん、氷とか、あるいは冷凍庫で保冷剤を冷やして固めて、うんうんうん、それをで、まあ、水の中に入れて温度下げるとか、でもまあこれやるとその入れた時は急激に温度がずっと下がりますんですね、水の、うん、だからまあホタルにとってはあんまり環境が良くないんちゃうかなと思いますけど、変化してしまうのはね、そうそう、急激に温度下がりますんでね、うん、水分、西川先生はもうやっぱこの回ずっと最初からおられた、初めから、うん、そうですか、小さい時にやはり佐野さんが言われたように、うんうん、みんなそこでホタルのいっぱいいたのを頭に脳裏に残ってますんで、うんうん、やっぱそれが出てくると気になっていつも川見ているいないというのばっかりして、今でも毎日いたり子供がまた行ったりしていたで、うん、バックにいたでこっちにいたでいう時結構ね、うん、もう出る時期になるとみんなメールとか電話でどこどこで何匹だって、ああそうなんですか、情報が入ってる、ホタルリサーチンでネットワークがあるんですね。そうそう、その川筋歩いてね、うん、ここにいたここにいたいう、うんうん、今年はもう出ましたか。出ましたね。あ、出ました、よかったよかった、1週間前からちょっと前から、あ、そうですか、まあ少ないですけど、少ないですけど、まあ光は見えます。ただ
凝らさないと、ね、目を凝らさないと、ね、じっと待って、辛抱を大事、うん、そうそう、そうですよね、パッと行ってパッと、ね、見られるので、うんうん、まあ、ちょっとしばらくじっとそこにいてると、ね、まあ時々パッと光ったりして、うんうん、ああ見るなと、今日も来るまでにちょっと見てきたんですけど、これやっぱあれですね、やっぱあの車でねシャッとこう通ってったらなかなかこのホタルのね明かりっていうのは絶対気がつかないもんですね、歩いてね、分かるほどね、車で通っても分かるほど飛んでるとなかなか見えるけど、そういう場所もありますよね、浜には。でもなんかその車で通っててもいいよな、分かるぐらいたくさん飛んでるのはやっぱ暗闇を楽しむっていうのが昔の人はやっぱなんか情緒風情がありましたよね。まあ風流ですね。風流ですね。本当にちょっとね、あの、うん、明るいなってきてるんで、うん、あのよく目を凝らしたり、葉っぱの後ろについてたりしてるとね、なかなか見つからない、うん、これが飛ぶ時にあいたということで、まあ、川面に光が映るのは綺麗ですけどね。ねえ、いやなんか今年はちょっといまいちというようなお話もされましたけど、でもね、もうあのすでに何匹かはね、はいはい、あの飛んでるのも確認されたということなので、いや今年はね、うん、あの放流するのが、あの取材もしていただきましたけど遅かったんです。あ、そうですか。4月の末ぐらい、末というか25日やったかな、うん、だから本来はあの水温が、あの川の水温が13度以上で、はい、雨が降る、うん、直後、降った直後、はい、に上陸しますのでね、もやっとした中 で、うんうんうん、でそういう時期に本来は放流するのが一番ベターなんですけど、うんうん、だけど今年はちょっとね、まあ、祭り済んでからにしようかとか言ってたら、うんうん、ちょっと遅なってしまって、やっぱりでも自然 の、 その天気もね温度もそして相手も生き物とか難しいですよね、うん、だから25日に放流して雨が3日ぐらい降らなかったかな、うんうんうん、だからこの雨が降った後の湿ったもやっとした中からこの上陸するか幼虫が陸へ上がって土に潜りますの で、はい、で潜ってる時は土繭って言いますけど、うんうん、それで40日ぐらい40日もね、土の中で、でホタルになって飛ぶのはせいぜいあれ、まあ、5月の末から6月、ね、何日間くらいでしたっけ、生きて1週間くらいですかね、うん、なんかその儚さがやっぱり、ね、私たち惹かれてしまうのかもしれないですけどね、ね、チャットいただいてます、ちょっとご紹介しますね、はい、米川の河川の清掃、川の清掃が6月にありますが、うん、その影響は何かあるんでしょうかって、これあの多分ホタルに関してでしょうね、はい、それからもう一つ、生き物の管理は大変ですね、というか水の管理は大変ですっていうね、ちょっとご意見、はい、ご質問いただいてるんですけど、どうなんでしょうね、まあ、川の掃除はね、うん、あの一斉清掃のは、うん、まあ、本流主流はあるんですけど、もう昔はあの6月の第3日ぐらいやったかな、うん、でその自分はちょっとやっぱホタルが産卵する時期ですので、うん、ちょっとやっぱ具合悪いなということで、うん、時期をちょっとずらしていただいて、そうですか、陸に上がってる土の中で潜ってる時期に、はい、あの変更をしてもらう、もうだいぶになりますね。ああ、そうですか。やっぱじゃあこう皆さん方のその活動し、まあ、ね、5月に移って、五月の第三日曜日と、あの他のご町内の方もちょっと協力してください。ああ、そうそう。まあやっぱ全体でね、協力していただかないと。はい。あの蛍鑑賞会期待ですっていうお声もいただいて、はい、それから、はい、木の元のある川では川掃除の時に無理に砂などを取らないようにしているところもありますっていう、やっぱりそれなりの川にな、ね、うんうん、取れてしまうとかいろいろまあありますので、気をつけられてるんですね、嬉しいことですね。でもね、まあでもなかなかね、うんうん、こちらの思う通りに育つだから難しいです、なんか、いいんじゃないですか、毎年今年こそとか、私もね、あのさっきおっしゃったように、うん、あの最初からメンバーに入れさせていただいてるんです、うん、なんで入ってもたか私わからないですけども入った時にもっと簡単なことに思ったんですよ、うんうん、あのちょっと前にたくさんホタルおりましたし、うん、ちょっと幼稚をパッパッと放流したら、うん、いっぺんに増えると思ったんですけど、うん、なかなか奥が深いもんやちゃうのが10年経った今初めて刺さりました。でもうだいぶ何年もあの飼育には、はい、まあ、関わってきて経験も積んできてるんですけど、うん、やっぱり生き物は難しいのが一つと、で最初はもう手探りで始めてますのでね、まあ、近くには山東町とかホタルで結構ね、うん、まあ、こう全国的にも有名なところも森山とかありますけども、そうですね、うん、
ちょっとまあ関わりがちょっと他であって、うん、湯浅和歌山の、はい、湯浅町がホタルで結構有名なんですね、うん、でそこでちょっとある人を介して紹介してもらう機会があって、うん、湯浅へ3遍まあ3回行ったんですけども、そこで、はい、まあ育てるノウハウを、うん、まあ、教えてもらって、うん、で最初は向こうからもう放流直前の大きい、幼虫をもらって、はい、でまあ川に放流したり、当時は長間小学校にビオトープで池があって、うんうんうん、そこへもまあ長小の児童、うん、一クラス分一人一人に幼虫一匹ずつ渡して放流してもらうとか、うん、まあちょっとイベント的にやったりしたこともあるんですけど、うんうんうん、まあ、いずれにしてもその和歌山の湯浅というところで教えてもらったことをまあ毎年ずっとやってるんですけど、なかなか難しい。でまあ森山も北条の里でてありますね、あそこもホタルの飼育熱心にやっておられて、であそこも町の中でまあホタル結構飛んでる、ね、そうですね、森山もね本当に町駅前からですもんね、だから長浜もやってできないことはないんで、いやあそことはちょっとやっぱねダメですか、環境が違いますね。 あそこはねやっぱ先人の人がね、うん、もう常勤でおられるんですわ。なるほど。でやっぱ施設も整ってますし、はい、そこで幼虫を、まあ、育てて放流したりとかいう仕事、うん、まあでもね、またこれをきっかけに、まあ、10年一区切りとか言いますけれども、あまた自分もちょっと関わってみたいと思う方もひょっとしたらお若い方でいらっしゃるかもしれませんし、ね、俺はありましたね、もう神ね、ですよね。さあそれで、ホタル、米川のホタルなんですけども、ホタル鑑賞会が、今年も開催されるということで、じゃあちょっとそちらね、最後告知をさせていただこうと思います。今週末ですね、6月8日日曜日の午後7時30分から9時ごろまで、場所はまずこの川崎屋さんにね、はい、集合いただいて、最初、会長さんの方からこう会からねお話をしていただいた後、今年は長浜バイオ大学のエントランス・トゥ・サイエンス、前ねこの番組出ていただきましたけども、いろんな面白いね身近な科学の、お話、実験なんかもね交えて、お話ししてくれます。そしてその後湖北野鳥センター専門医の上田淳さんからホタルのお話をしていただきます。これは何年かも私もね来たことあるんです、すごい面白かったですね、楽しかったですね、はい。そして8時40分頃から、みんなでこの米川の支流にホタルの鑑賞に行きましょうということですね、参加は無料、これ雨でもあるんですかね、雨でもやりますけど、はい、まあ見に行くのはもうちょっとカットさせていただきたい、お話の方だけですね、そうですね、はい、ね、いや何匹かもすでに、ま、見つかったということですから、あと数日で私はもうちょっと期待したいと思うんですけど、そう、ね、我々ももう期待してる、期待してる。じゃ最後に、ね、一言ずつ皆さんからちょっとコメントを頂戴します。じゃあ、今度はケプから、はい、はい、トムさんから、はい、今12名ほどのメンバーでやっております、うん、で先ほどから生き物を飼うのは非常に大変だよと言われてるんですけども、12名力を合わせて仕事分担しながらやることによって1年間のこの飼育がなんとかかなり会長におんぶに抱くのとかあるんですけども、みんなで力を合わせてこれからも頑張って飼育をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、頑張ってほしいです。さあそしたら、ね、西川さん、なんか言うこと全部言ってもらって、はい、いや本当にホタルもなかなか綺麗ですし、うん、私たちの活動がそういう中でなんかホタルが出ることによってまた地域がこう環境が良くなったり、まあ気持ちも豊かになったり、そういう場をまたできたらなということでやっておりますので、今度のメデル会のイベントにもぜひ皆さん来ていただいて、うん、ただ見るだけでなしにホタルをどうやって育てるんやろうな、どう関わっていったらいいんやろうなというようなところまで入っていただくといいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ西条会長お願いします、はい、まあ、私は夢っていうのは、うん、まあ、我々ホームランドの今米川支流で、うん、飼育して交流して、まあ、ホタルを見て楽しんでおりますけど、はい、私は比企山博物館、はい、辺一帯に、うん、まあ、群舞とまで行かなくてもせめて10匹20匹があの辺で飛んで、うん、でもう照明全部消してもらって、はい、あそこでそういうホタルが飛ぶ姿を
見てもらえるようになるのが夢なんですよ、うんうん、で私が元気な間に実現するかどうかちょっとこれは甚だ疑問ですけど、まあその夢をなんとか実現するために頑張りたいなと思ってます、はい、いやぜひ頑張ってほしいし、なんかできることがありましたらなんかお手伝い本当にさせていただきたいと思いますね。はい、今日はあの素敵なお話ありがとうございました。今週末ですね、ホタルの鑑賞会ぜひ皆さんもご参加ください。米川だけじゃなくて、ね、長浜のこの街中にホタルが乱舞する、ね、その日を見てみたいですね、その夜をね見てみたいなと思います。ということで今日の特集は米川でホタルをめでる会の方々にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはね、6月に入りました今月のスタコホリコメンドは柳間ミュージックスクールの話題です。どうぞ。柳間サマーミュージックスクール。確かなもん柳間サマースミュージックスクールを経てデビューをし、現在長浜市の PR のため様々なイベントに出演しています。はい、今年のサマースクールはですね、1月31日と8月1日2日の3日間になっています。一流のアーティストや講師陣によるレッスンを受け、舞台や音楽でダンスを目指す若者たちに夢や希望を与える内容となっています。詳しくは長浜市のホームページ、もしくはキャンセル浜市のホームページをご覧ください。未来のスターを夢見る皆さん、参加お待ちしています。ということでね、スタッフ今月のリコメンドでした。柳マンのサマーミュージックスクール、また今年もねやるそうですね、はい、さあ続いてはグルメレポのコーナーです。レポーター小林陽子ちゃんです。お久しぶり。小林陽子です。はい、よろしくお願いします。さあ今回はどこに行ってきてくれたかと言いますと、はい、うん、ノート小読さんね。どこにあるやん。ヨゴです。何市。長浜市ヨゴ町ね、はい、はい、中野郷ですね、はい、じゃあまずはそちらの VTR からねご覧いただきましょうか、はい、どうぞ。そうですね、お店のこだわりとしては動物性の食材を使わずにその、まあ、野菜だけでメニューを、はい、出してます。あと、まあ、有機農法で作られたものも中心に、はい、使ってます。カフェをやる傍らで自分でちょっと畑をしてその野菜を作ってます、はい。かわいい。あ、
すごいしっかりしてるっていう感じしますね。なんかあのトマトケチャップが挟んあの乗ってるんですけど、すごく濃厚で、トマトの味がすごいしっかりします。本当に今これがこれがハンバーグの部分ですけど、お肉じゃないんですよね。うん、けども本当に食べたらお肉としか思えないです。うん、すごく美味しいです。あのベジタリアンのお料理やから、あのもう少しあっさりしたカレーかなとか思ったんやけど、しっかりした味付けで、あの玄米のプチプチ感も楽しめてとても嬉しいです。はい、これはあのお肉の代わりにあの椎茸とかあの大豆とかを使って、それはあのすりつぶしてあのミンチみたいにしてるんです。健康食とかだったらその女性の方とか好きですけど、男性の方とかね、あんまり食べられないんで、まあそれだったらあの老若男女幅広く食べてもらえるようなものをあの作れたらいいなと思ってやってます。はい、ということでね、久々のグルメレポ、ノート小読み、はいね、ちょっと変わったタイトルの、私も実は一緒にね、いた、これビデオ撮ったの私なんですけど、私は今回2回目だったんですけど、ヨコちゃんは？あ、私も2回目でした。あ、ほんと、ね、あの結構今噂だよね。そうです ね、美味しかったんですけど、はい、ヤギもいたいですしユキちゃんユキちゃんね、はい、あのまずはこのオーガニック&ビーガンのね、カフェレストランっていう名前がついてるんですけども、あ、オーガニックってのは割と最近皆さんね、うん、そうですね、きますね、はい、どういうものですか？あの有機栽培ですね、うん、はい、そういう野菜、そうですね、あの自然の、まあ、農薬を使わなくて、はい、化学肥料もね使わないっていうことなんですけど、ビーガンっていうのがちょっと聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、うん、これはどういう意味でしたっけ？あのベジタリアンの中の一つの種類なんですけども、一番厳しいですね。うん、あのお肉とか、うん、あの魚介類ですね、うんうん、そういうのからあの乳製品の卵で、うん、あの蜂蜜とかもダメなんです。ダメなんだよね。そうよね、なんか本当、うん、でもほら私たち食べた時あのなんかアイスクリームっていうかな、生クリームかなみたいなのかかってたじゃないですか、うん、デザートね、ね、デザートね、あれ生クリームじゃないですよ ね、実は、うん、あれなんか豆乳って言ってたから、うんうん、そう、もうそんな全然言われないとわからないですね。あ、そうそう、チーズケーキも食べたい、うんうんうん、てかチーズじゃないよね、うん、何て言ってたっけ、あ、おから、え、豆乳だ、うん、やっぱりそうそう、うん、ね、豆乳、あの大豆のねから作った、うん、であのハンバーガーもすごいお気に入りでしたけど、ね、いかがでしたか？美味しかったです。本当にあのお肉としか思えません、ね、うんうん、で、ね、コメントの中にも入ってたんですけど、そのほらこういうね、割と菜食料理みたいな感じだとちょっとこう、もうちょっとこうなんかあの薄味でね、うん、あの本当に見た目バーっとこう地味なのかなとか思ったんだけど、うん、意外に違うんだよね。もう全く普通のランチでしたね、うんうん、見た目も食べた感じも、ね、うん、なんかこうほらなんか言い方変な、なんか押し付けがましくないっていうかね、なんかそういう気軽な感じでね、うん、いけるっていうのがすごい私は良かったな、うん、お店の雰囲気も ね、うん、すごく素敵で、なんかこうくつろいでしまってね、うん、お話弾むよね、うん、結構あの待ち時間がね、あの少なくはないんですけど、うん、正直 ね、 そうですね、まあ、でもやっぱり美味しいもの食べようと思ったら、うんうんうん、待つのはそうだね、覚悟ですね、はい、あのこのオーナーさんもねすごい若い男性で、大沢さんで、はい、あのなんか聞くところによると、うん、結構あちこち ね旅行海外とか行かれたらしいです ね、うん、なんかあの美容師さんなんですよ ね、うん、どこからこう調理の転向されたのか、ね、なんかね、あの北海道とかフランスとかこう、ね、あちこち行かれる中で、うん、やっぱりこういう自然の中でね、うん、生活したいなってことでヨガに帰ってこられたんですね、うん、はい、あのお家もなんかあの古民家をね使ってすごい素敵なお家でしたよね、うん、はい、はい、ということで、あ、何？
見えないよなんだね。ということで、このランチは特に予約はいらなかったんですよね。はい、はい、で夜のディナーだけはちょっと予約がいる。そうですね、はい、要予約で、はい、2000円。そうですね、2000円ね、はい、次はぜひ私そっちに行きたいなと、私も行きたいです、はい、まあ、あの川崎屋のね清水正信さんは行かれるそうですよ。ああそうなんですか。今度予約を取って。男性も結構行きやすいってことなのよね。そうですね、うん、うん、また行きたいね、はい、ということで、長浜市横丁のレストラン、オーガニック&ビーガンの、ね、レストランノート小読み横ちゃんにレポートいただきました。ありがとうございました。はい、さあそれではね、週末おすすめ情報参りたいと思います。まず今週末です。6月7日土曜日と8日日曜日に迫ってきました。こちらですね、今年は初のイベントです。近世城下町ふるさと祭り、長浜の曳山博物館とそれから長浜町歴史博物館ね、この旧の長浜中心市街地界隈で開催されますが、いろんなことがあるんですね。まずざっと読み上げると、楽市楽座、長浜火縄銃大会、武将パレード、城下町まちづくり交流会、そして8日の方は楽市楽座まちづくり講演会にふるさと祭りコンサートなどなどということなんですが、今日はこの中で特にね3つほどピックアップしてご紹介したいと思います。ということで、お久々のこの方登場ですね。こんにちは。こんにちは。自己紹介どうぞ。はい、交渉です。どうもお久しぶりです。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。はい、テロップ用意間に合わなかったらごめんね。この自分で手書きして。はい、自分で作りました。ほんでその上に何書いたの？うん、6月7日、火縄銃撃ちます。え、何なんと。今ご紹介いただきました、うん、この火縄銃演舞をさせていただきますので。ぜひお越しください。こう簡単やな、随分それでもう締めちゃうかい今回のこの火縄銃演舞っていうのはどこどこが来てくれるんだこれ。ですね、堺、うん、彦根、そして種ヶ島から出口の国友で4団体が演舞を披露いたします。そうなんですよ、高所君実は長浜市国友町ね出身で、はい、もう国友といえばね鉄砲の町って言われてたもんね。はい、それで今まで打ったことあるんですか？去年も参加させていただきまして。そうなの？はい、ちょっとね、去年かな、その前のね、写真出ますかね、これ。火縄銃の写真。あ、そうそう、これ、これ。これではないね。この撃ってる人ではないよね。撃ってる人ではないね。これ、こんな感じでね、毎年、実は秋が多いよね。秋ですね。うん、秋は今年は6月に移行しまして、今年から6月になりました。じゃあ今年はもう、この今回しか見るチャンスがないんですね。そうですね。わお。そうですか、小翔くんが必見です。必見ですね、はい、本当に、ね、迫力満点だもんね、はい、さあこれ、もう一回日時場所を教えてください、はい、6月7日、うん、長浜城博物館にて、11時から行いますので、うん、ぜひもお越しください。はい、小翔くんの、ね、晴れ姿をみんなで見に行こう、はい、ありがとうございます。さあそしてですね、続いてはこちらですね、ちょっとこちら、はい、お願いしますね、田村さん、はい、裏黒なんやねんって感じですけど、遠くに夕日が見える街って書いてあるんですけど、これね、今この川崎屋がある通りからもうちょっとこう大通寺さん寄りの方で少し一本一筋ね向こう行くんですけど、湯一番街のその一部なんですけど、なんか 裏黒っていう名前で、これなんか黒壁の裏にあるかららしいんですけど、なんかいろんなねお店屋さんとかが集って、結構何回も何回もね会合を重ねて、で今回のこの、ふるさと祭りでなんか楽しいことをやろうじゃないかとすごい盛り上がってるらしいんですよ。このだってもうこのイラストからしてなんかすごい期待できるでしょ、うん、で旅籠屋とかね、呉服屋、宿屋、ね、うん、用品屋とかね、ご飯屋とかね、なんかもうその書き方もねすごい可愛いんですよ。あ、なんか下駄屋さんとかいうのもあるのかな、履物屋さんか荒物屋さんとかありますね、はい、こっちから見てもいいんですよね、はいね、いろんなスタンプラリーとかね、なんか楽しいこともあるそうですので、ぜひぜひね、この両日このちょっとね、裏黒の通りの方までねお越しください。うんとね、場所はね、大野履物店さんから、ココチさんですね、はい、そこの、通りになってるそうですよ、はい。そしてもう一点、私からのね、おすすめの、あ、なんか私の胸が映ってるちょっと引いてみて、なんでアップするの
たみたいな、マッシュ後で覚えてるちゃうちゃうちゃうね、これなんですけども8日日曜日の午後にね、引山博物館で開催されます城下町ふるさと祭りコンサートなんですね、この間ちょっと練習風景ね、お邪魔してきたます。その写真ご覧ください。はい、これですね、あの長浜市民コーラスの方々が中心となって混声合唱、ね、の調べなんですが、あの長浜城歴史博物館の太田博史館長さんによるね、ちょっとしたこう、ね、あのミニレクチャーもコンサートの中に挟まってるんですよ。すごいこれが、ね、楽しいんですね。あの秀吉の、ね、城下町長浜のいろんなエピソードなんかも、ね、お話しくださることになってます。こちらの方ちょっと私もお手伝いをさせていただくことになっておりますね。ぜひぜひ、あの全てこれ無料ですよね、ご職ね、どのイベントもね、はい、はい、ですのでぜひ皆さんね、今週末お越しいただきたいなと思ってます。そうだ、交渉が鉄砲打つねん、なんかもう早速入ってるよコメントが、いきますよ、ね、はい、それから、先ほどのね、ノート暦どこにあるの道順を教えて、って言って、ヨゴで大沢なら中野郷もうね、住所はなんか詳しい方々がね、それぞれコメントしていただいてます。これは食べてみたいベジタブルバーガー、ね、本当おすすめでしたよね。はい、はい、ね、さあそしてね、先ほどの特集でもねご紹介しました8日の夜にはね、この川崎屋さんと米川でホタルの鑑賞会も開かれますよ。川ニナは十数種類あると聞いたことがありますが、どれでもいいんですか？川ニナとタニシはどのように区別するんですかってまた新たな、ね、質問もいただいてるんですが、最後に一つ、まあ、川ニナは、うん、どんな種類でも、ただ川ニナどんな種類でもいい、うん、もどきっていうか、うん、こもち川ニナだかな、うん、名前は、それはちょっとダメなんですね。こもちの川ニナもどきはダメ、うんうん、まあもどきじゃないですけど、こもち川ニナ、こもち川ニナっていう名前はダメ、それはダメ、詳しい話は鑑賞会にお越しいただければ、うん、さすが、まあね、もっと知りたい方は鑑賞会でぜひ、ね、お待ちしておりますね。こちらですね、6月8日日曜日午後7時30分ですから、ね、先ほどのね城下町ふるさと祭り終わってから十分 ね楽しんでいただけると思います、うん、もちろんふるさと祭りその他にはバルね、クーポンでいろんなお店が楽しめる、秀吉バルなんかもありますし、講演会の方もねまだまだご予約受け付けているということですね。詳しくはこちらね、検索してください。近世城下町ふるさと祭り長浜市の観光振興課までお問い合わせいただいたら大丈夫だと思います、ね、ということで、さあそれでは気になる今週末のお天気参りましょう。あ、小島君、はい、お願いします。まあ、今日からちょっと梅雨に入ったということですけども、あ、そうか、そうか、まあ、6月7日8日曇り、それぞれ曇りで 40%、 なんか同じ最高気温も27度、最低気温も19度、うん、まあ、曇りなんですけども、うん、今週末、両日とも熱いイベントがありますんで、もう吹っ飛ばしていきましょう、うん、そうやね、そうや、はい、もう雨雲なんか吹っ飛ばせーっていうことですね。さあそして横ちゃんからもう一つお知らせがありますね。はい、はい、お願いします。昨年もしてました、うん、朝ヨガです、うん、第3日曜日6月15日日曜日に、長浜の方向園で、うん、はい、湖岸で琵琶湖を見ながら、朝ヨガ7時半から8時半にしてますので、はい、お越しください。これ気持ちよいですよね、うん、私一回参加してまず早起きが気持ちいいんで、ね、なんか一日すごい得した気分ですよね。あの琵琶湖ねほとりで、あの残念ながらその後行けてないんですけど、はい、また今年もぜひ頑張って早起きしたいと思いますさあ来週の予告参りましょう。来週交渉君お願いします。はい、町ブラボリューム1ということで、うん、長浜市国友町鉄砲と発明の町ということで、うん、今週末火縄銃大会開かれますけども、うん、来週は鉄砲特集ということで、はい、国友地元やね、はい、あ、なんかひょっとしてレポートしてくれるの？レポートもちょっとあるかな。あ、そうですか、はい、楽しみにしたいと思います、はい、ということで、今週もどうぞ皆さんね、ありがとうございました。そして皆さんね、チャットの方もアクセスありがとうございました。それでは良い週末をお過ごしください。おやすみなさい。さよなら。